はい、どうもです。ベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えー、今日はですね、えー、特にね、えー、ベースの何か話をするというわけではなくてですね、ベースも持たずに話をしていこうかと思うんですけど、えっ、ー、と、1、まあ、個はね、えー、下のタイトルに書いてあったりとか、Twitter、えー、とかでね、えー、そういうふうな告知みたいな感じで話をしたのと、えー、先々週でしたかね、えっ、ー、と、 話をしたものがある、同じようなことをやりましたので、まあ一個は何を話すかなっていうのが、まあどん分かる方ももちろんね分かっていらっしゃる方もいると思うんですけど、もう一個告知二つですね、えー、今日はさせてもらいたいなと思ってます。で、えー、まあ多分今日初めて見られてる方いないと思うんですけど、えー、このチャンネルは、えー、普段、 えベースにまつわる話をしております。で、えー、ベースにまつわると言ってもですね、簡単にタブフやったりとか曲を簡単に弾くとかっていうわけではなくてですね、皆さんの根本の力を底上げできるような え、ベーシックなもの。といっても基礎的なものばっかりではなく、発展させて、え具体的にどうやってやってったら、おのおのが上手くなるのかなとか、リズムが読めるようになるのかなとか、音が、指板の音がわかるのかなとか、えタブフに頼らず、えー、コードフで弾けれる風になるのかなっていうような話を具体的にかいつまんで、えー、かいつまんで、えっ、ー、と、えー、噛みくたえてですね、やっております。なので、もしよかったら上にまとめたあリストを上げておきますので、まあ、初めて見てる方いないと思うんですけども、えー、もしよかったら見てみてください。 そして、今日は主に告知を2つやります。と言いましたね。で、えー、まあ、いつも見ていただいている視聴者さん、主にね、視聴者さん向けに話をするんですけども、えっ、ー、と、もうここにパッと出してね、えー、具体的に、えー、また区切って、えー、具体的な話を2つぐらいして、えー、サクッと今日は終わりにしようと思います。 まず1個は何かというと、下のタイトルに出ている通りですね。今回、えー、また週末ですね。日曜日の夜9時から、えー、また生配信をやろうかなと思っております。そして、えー、その生配信の内容ですね。それを、お次のカテゴリーで、えー、具体的に話をしていこうかと思います。なので、まあそこら辺のね、予習とかもしていただけれると、またね、こう、いろいろチャットとかでやりとりしながら、いろいろやっていこうかと思うので、視聴者さんとね、やりとりしながらやっていこうかと思いますので、えー、もしよかったらね、 えっと、予習をしておいてください。えっ、ー、と、この後にね、内容を話しますのでね。で、もう一個っていうのは、えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、配信している動画をね、アップしているものっていうのが、基本的に週3回上げております。 で、それの、ちょっとした変更をしようかなというふうに思っております。で、その、どのような感じで変更するのか、というふうになものについて少し告知をして、えー、今日は終わりにしようかなというふうに思っております。そんな感じでね、えー、今日は、えー、特にね、ベースにまつわる話とかっていうのはあまりしないんですけども、えー、もしね、今日初めて見られてる方とか、えー、とチャンネル登録、まだお済みめでない方とかいらっしゃいましたら、何とぞ、おまあ、この動画を見てチャンネル登録するかどうかは分かんないですけど、えー、もしよかったらチャンネル登録もよろしく。 おお願、ね、しお願いいいいいいたたたしししまますす気が向とう方ねよろくそしてね、えー「森田頑張れ」とか、えー「今日も面白かったぞ」とか「ためになった」というのはあんまないかもわかんないんですけどもまあ、面白かったとか「森田頑張れ」とか応援していただける方生配信楽しみだぞと思っていただける方がいらっしゃいましたら何とぞ合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたしますそんな感じでねまずはその生配信の中身という風な話について触れていきたいと思いますではどうぞ はいどうもです。ではですね、えー、早速生配信の、まあ、日時は今話したんで、まあ、それを触れつつ中身の話をしていこうかと思います。で日時は今さっきも言いましたけど、もう一回言います。2021年の6月13日、日曜日の夜9時からやろうと思っております。で、前ね、生配信した時にね、結構あの思いのほかね、たくさんの方が見に来ていただけてね、本当にありがとうございます。ちょっとね、そのお礼を言うの忘れてました。本当にありがとうございます。 で、えっ、ー、と、なんかね、たくさんの人からね、意見をいただいたりとか、意見というか、あの、まあ、あの、これどう考えますかとか、えー、どういうふうなベースライン。まあ、ベースラインを作ったんですけど、その時は。あの、どうしますかって、たくさんの人がね、意見を言ってくれて、たくさんの、まあ、結構たくさんのベースラインを作ることができました。で、えっ、ー、と、まあ、そういう風うな感じでね、ベースラインの会っていうのもやったんですけど、えー、今回はですね、ちょっと違うことをやろうかなというふうに思っております。で、それは何かというと、 前回はね、ジャズのホービートのベースラインということやったので、ベーシストさんが主たるものだったと思うんですけども、今回は、えー、理論的な話をしようかと思っております。で、それは何かというと、まあ、ダイアトニック全般ですね。まあ、細かい、もっと細かい内容っていうのは、まあ、あの、まあ、当日様子見ながら、ちょっといろいろ話していこうかと思うんですけども、まあ、具体的に、まあ、今までダイアトニックとか、えー、まあ、使える音楽理論ですね、とかっていう話もたくさんしてきております。ちょっとこれも上に上げておきますね。で、 それの、おまあ、なんかいろいろ抜粋して問題をやっていこうかなというふうに思っております。で、これもまたちょいちょいね、やっていこうかと思うんですけども、えー、と言いますのも、まあ、音楽理論というのは、まあ、興味がある方も多いと思うんですけども、 音楽理論っていうのは、まあ、一回勉強してちょっと覚えたら終わりとか、テストでいい点取って終わりとかっていうわけじゃないわけですよね。やっぱりその演奏の基盤、応用して使っていくものっていうのが大事なわけなので、やっぱりね、僕直接教えてる人とかでも、勉強してた時っていうのはね、よく覚えてらっしゃったんですけども、ちょっとね、えー、違うことやってると、あれ忘れちゃってるなとか、あれちょっと不安だなっていう人って結構多いんですよ。まあ、もっと言うと、実際に演奏しようと思って応用しようとすると、 あれちょっと応用しようとした時にこううまいこと応用できなくてあれどういうことだったっけとかあれここどうだったっけっていう人って結構多いんですよ。でもあのその人にも話したんですけどそれが特別悪いわけではないわけですよね。やっぱ人っていうのは、まあ、忘れる生き物でもありますので。 忘れて思い出す。忘れて思い出す。忘れてがっかりする人いますけど、がっかりする必要はないんですよね。覚えるという作業の後に、忘れるという作業は僕は大切なプロセスだと思っております。忘れたことによってもう一回練習して思い出す。それが記憶に定着させるプロセスなので、忘れるというのは対価ではなく、忘れるという作業もまだ発展している。まあ、進化している途中だというふうに僕は思っております。まあ、すごく前向きだと思うんですけど、 なので、まあ、忘れたら思い出す、みたいな感じが大事なので、まあ、そういう風な理論的なものっていうのも、まあ、俺も分かってるんだよとか、えー、あ、それってそういうことだよねとか、分かったふりになるのではなく、 えー、まあ、楽しんでいただいて、まあ、もちろんね完璧に分かってる人とかは自信持ってね、パッと、えー、ここの問題どういう感じですかみたいな感じで、えー、いろいろ問題出していこうかと思いますので、で、それで、えー、具体的に、えー、これはこうじゃないのとか、えー、分かる人がいたらね、ちょっと鼻高々になるわけですよね。チャットとかでもね、いろんな人の、こう、なんていうんですか、あの、名前が上がっているのでね、あの、あ、この人よく分かってるな、とかね、なんかそういう話には裏話になってたりするので、なので、あのー、まあ、ね、自信ある人もね、えー、ひけらかすというかね、ひけらくつねあんま良くないことなんですけど、 まあなんかそういうような感じで見ていただけたらいいかなと思います。で、具体的にこれはどうなってますかとか、これの回答を言ってみてくださいな感じで、答えを言っていくような感じで考えております。で、それを僕が回答していったりとか、解説していったりとか、これはどういう時に使えたりしますみたいな話まで踏み込めたらいいなというふうに思ってますので、えー、まあなんていうかね、こう、まあ、 えー、理論のレッスンとかもね、僕やってたりするんですけども、理論とかって、えっ、ー、と、まあ、一対一でやってもね、一対複数でやってもね、同じようなことができたりするので、まあ、特にね、見ていただく分にはお金かかんないと思うので、まあ、その辺うまいことね、えー、使っていただけるといいかなと思います。そしてね、まだちょっとできてないんですけど、合わせてね、そこから、えー、まあ、メンバーシップ制度もね、そのちうち近々やろうと思うんで、メンバーシップの方にアーカイブが見れるようにしたりとか、えー、その時使った教材だったり、でまあ、出来上がったベースラインだったら出来上がった譜面とかっていうのを、まあ、取っていただける、無料で配布できるような 感じに考えてますので、始めたらまだ告知しますので、えー、よろしくお願いしますという話は、まあ前にも話しました感じになってます。 まあ、つまり今回は、えー、来週の日曜日9時から、えー、と、やりますと。で、理論の話をしますので、えー、もしよかったら、ちょっと予習しといてくださいっていう風な、予習、復習ですかね、しといてくださいっていう風な、えー、告知になりました。ちなみに時間は、えっ、ー、と、まあ、1時間ぐらいを考えてます。で、前回のベースラインの時には、えー、すごい思いのほか盛り上がって2時間弱ぐらい話したんですけども、えー、今回はね、皆さんね、あの、月曜日から仕事される方も多いと思いますので、 えっと、1時間ぐらいをね、えー、きっかり守って、頑張ってやっていこうかと思いますのでね、えー、何卒よろしくお願いいたします。スススはい、どうもです。で、2個目の告知ということで話していこうかと思うんですけど、2個目の告知は何かというと、えー、今までね、配信ということで、配信じゃないですね、えー、と動画をアップする、まあ、アップするっていうのでいいんですかね、まあ、上げる。 えー、曜日ですね。は、基本的に月曜日、金曜日、土曜日、という形で3本上げてきました。で、えー、3本のペースはね、このまま続けていこうと思うんですけど、上げる曜日を少し変えてみようと思います。でそれは、月曜日、木曜日、土曜日、という風な感じでやっていこうかなと思っております。で、まあ僕のね、動画の特性っていうのは、 なんかこう、時事的なものだったりとか、その時流行っているものっていうのをやっているわけではないので、えー、もしかしたらね、この動画とかも、おまあ、10年後に YouTube があるのかどうかわかんないですけど、YouTube、うん、ね、10年後とかに見られてる方もいるかもわかんないですし、 一年以上前に上げた動画、もっとベーシックなとこからたくさん話してる動画を一から見てますっていう人もありがたいことにたくさんいらっしゃいますので、何曜日にあげるかっていうのはあまり、こう、まあ、そんなに大きな作用はないと思うんですけど、まあ、僕自身がね、ちょっと金、銅とね、続くと、あの、週末せ切迫してね、こう、 あの、バタバタと夜中編集してアップしてみたいな感じでちょっと疲れるなというのと、あと結構ね、いろいろまあ周りの人に話を聞くと、金曜日っていうのはお仕事だったりとかね、忙しかったりとかして帰りが遅かったりとか、え見てる暇がないですよとかっていう、ね、もちろんその分土曜日、日曜日に見ていただけてるみたいなんですけど、ありが,ありがとうございますという方。で あとね、まあ、あの、今、昨今ですとね、ちょっと今、世の中の情勢がありますのでね、あんまり外に飲みに行ったりとかできないかもわかんないですけど、まあ、もしね、そのちょっと落ち着いたりするとね、やっぱ週末とかね、お仕事終わって飲みに行ったりする方とかね、えー、ご飯、同僚の方とご飯食べに行ったりする方とかもいらっしゃると思うので、できればね、上がった時にね、えー、こう、見ていただけるとね、僕としてもまあ、まだそんなにね、弱小、えー、チャンネルなのでね、 そんなにね、こう、まあ、パッとね、見ていただいた方があれで人気上昇がどうとかっていうのはないと思うんですけども、えー、まあ、ひとまずね、ちょっと、金曜日のものを前倒しで、木、土、日という風な感じでやろうかと思います。そして、まあ、その木曜日のお喋りタイムっていうのは、まあ、基本的にその木曜日の時に上げるという、まあ、今はね、金曜日の代わりにもう一個、今回もそうですけど、余分に上げてるっていう感じになりますけど、まあ、ちょっとね、動画の本数上げるとあの、たくさん増やすと僕もちょっとしんどいところがありますので、まあ、その木曜日をうまいこと活用していきたいなとかっていう風にも思っております。 なので、見てるね皆さんにはね特にそんな大きな変化はないかもわかんないですけどえ一応、来週あたりからえ木曜日土曜日という風な感じで、えーまあ、もしかしたら再来週になるかもわかんないですけどちょっと変えていこうかと思いますので、えー、金曜日ね楽しみにしていただけど,どえらい、ぺろんと連絡が来ないなという方もいらっしゃるかもわかんないのでね、えー、もしねよかったらあの、まあ、変化しているということでね、えーまあ、ちょっと記憶に留めていただけると嬉しいなという風に思っております。 まあ今日はね、えー、たわいもない話ですかね、をしましたけども、えーまあ、普段だとベースにまつわる話とかをたくさんしております。まあ、初めて見ている方もいないと思いますけども、まあ、いないと思いますっていうのもね、あのちょっと、まあ、残念な話で、まあ、いないかもしれないですけども、 えっとまあ普段はねベースにまつわる多岐のっと深い話を濃くて深くて濃い話をたくさんしてますのでもしね今日動画を見て僕の喋りとか面白かったなとか思っていただけた方はあの全部のねリストとかも上に上げといたりとかねしますのでもしよかったらねそちらから合わせて見てみてくださいよろしくお願いいたします、えー、そしてねまだチャンネル登録お済みでない方もしいらっしゃいましたらチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたしますえっ、ー、とそれと今日も楽しかったよとか、えー、生放送楽しみだとか え木曜日も頑張れとか思っていただけた方いらっしゃいましたらグッドボタンも押していただけるとすごく励みになりますのでよろしくお願いいたします、まあ、そんな感じで今日はえ喋るだけで終わりということでこの辺にて終わりにしたいなと思っておりますでは皆様にまたお会いできる日を楽しみにしておりますありがとうございますでは失礼しますではまたでーす